ヘルマン・マイヤー・ザロモン・ゴルト・シュミットは、ドイツ出身の天文学者、画家。生涯のほとんどを、フランスで過ごし、14個の小惑星を発見した。ユダヤ系の出身、フランクフルトで生まれた。その後、絵画の勉強をするためパリへ移り、数多くの絵を描いた。その後、1847年の月食観測の際に、ユルバン・ルベリエに指導を受けたことをきっかけとして、 天文学に転校した。1861年4月、ゴルトシミットは土星のタイタンとヒペリオンの間に9番目の衛星を発見したと発表した。ゴルトシミットはこれをギリシア神話に登場する半人半馬の賢者ケローンにちなんで、キロンと命名したが、後にこの発見が誤りであることが明らかになった。現在、キロンの名は、 土星と天皇星の間をめぐる軌道にある小惑星気論につけられている。ゴルトシュミットは1820年に起こった回帰日食の際にシャドーバンドを観測した。この記録はシャドーバンドに関する最小の記録である。ゴルトシュミットは1861年に王立天文学会からゴールドメダルを受賞した。1866年にフォンテーヌブローで死去した。 ゴルトシュミットの名は、その功績を称えて、小惑星や月のクレーターにつけられている。ヘルマン・ゴルトシュミットが、キリスト彼が発見した、小惑星のうち、ルテティアは2010年に、ロゼッタにより接近観測されている。ありがとうございます。